ネーム大福さん、30代の女性から届いた相談ですタイゴ大シ和尚さん、こんにちは。いつも寝る前に、おしょうさんの話を YouTube で聞かせていただいています。私は36歳、独身です。自分の生き方に悩み、これからどうしたらいいか相談させていただきたいです。おしょうさんのお釈迦様の話の中で、若い時に心を育てることなく、また、 財産を作ることもしなかったならば、魚のいない沼にいる老いた詐欺のように悩む、というものがありましたが、私は自分のことのように思いました。10代から20代は好きなように生活して、秋っぽく何も続かない性格で、唯一続いたのは中学生時代の部活だけです。24歳から嫌いだった実家から離れて生活していました。 28歳には結婚も決めていましたが、やめました。母が今年、癌を患い、付き添いの生活が必要なため、実家へ引っ越しすることを決めました。私は今まで自由に好きなように生きてきました。仕事も水商売をしながらです。全速持ちのために仕事もしたりしなかったりで、友人に頼ったり、借金もして生活していました。貯金もありません。 これから実家で仕事をしながら母のサポートをしていくのですが、普通の仕事から離れて10年以上になるので、何をしていいのかわからず、そのことも悩んでいます。神経質な性格で極力トラブルになりがちな同性との会話も避けて生きてきましたので、いろんなことが難しいです。心も育てることがなく、財産も作ることなく、好き勝手に生きてきた36年です。もう、 40歳近いですが、これからどう変わって行動していけばいいのか、まだ間に合うのか、お師匠様からのアドバイスをいただきたいです。よろしくお願いします。師匠法という教えがあります。師匠法というのは文字通り、4つの方、真理ですね。 人間関係を円滑に保つための四つの秘訣とも言えると思います。一つには不正。二つには愛語。三つには利行。四つには同時。これが師匠法です。一つ目の不正というのは 物であったり、心であったり、まあ物理的に、精神的に、自分が持っているものを、独り占めしないで、積極的に、人に分かち合うことですね。まあ私も、いろいろ、複数の事業に関わっているんですけれども、女性が、 たくさんいる職場っていうのは面白いですね。女性はどこか行くときにも何かこう、どっか一緒に研修旅行に行ったりとか、何かみんなで集まったりすると、自分の好きなお菓子をそれぞれ持ち寄ってきて、それをみんなにばーって配って与えたりする。これいいよとか、これ美味しいよとか、あそこのお店に行ったら、あそこのお店はとても美味しいよとかね。 あそこに行ったらこんな面白いものがあったよ。男性よりも女性の方がそうやってみんなにシェアすること。自分の知ってる情報とか知識とか、そういうものをみんなにこう分け与えるっていう。でそういう方が多いような気がします。まさにそれが不正ですね。自分が持っているものを自分のためだけに独占してずっとキープしておかないで、これ面白いな。これ好きだな。 自分がたくさん得てきたものとか、それをみんなに分かち合う。それが不正です。二つ目の愛語は、文字通り、優しい言葉、相手をこう慈しむ言葉とか、慈愛に満ちた言葉、愛情のこもった言葉、それを人にかけていくっていうことですね。顔を合わせれば憎まれ口ばっかり言うんじゃなくて、優しい言葉、慈愛に満ちた言葉、それを かけていく。これが愛語。三つ目の利行というのは、先の二つと似ているんですが、この物とか自分の精神とかを人にお伏せしていく、分け与えていく、与えていく。それが一番目の伏せでしたね。二番目の愛語というのは、言葉を 愛を人に与えていく。で、この三つ目の利行というのは、でも、それら自分が与えていくことを、自分に見返りを期待して与えていくんではなくて、自分に返ってくる見返りを期待せずに与えていくっていうことですね。そして、四つ目の同時というのは、 相手の立場に立って、物事を考えてみる。行ってみる。っていうことなんです。誰かが、こんな思いをしている。そしたら、それを見てね、批判をしたりとか、何かこう、あの人はって言って、よく知りもしないで、その人のことをけなしてみたりね、っていうんではなくて、 どうしてそういう状況になったのかなって、それを自分に引き合わせて考えてみる。これが同時なんです。で、同時は簡単なようで、ものすごい難しいです。それはなぜかというと、誰かの立場になってということは、その人のと同じような状況を自分が経験していないと、 本当にはその人の立場に立つってことはできないんですね。例えば、一問一答ずっとご覧になっている人はいる。そしてこ、コメントを書く、残していく人たちもいます。いろんなコメントあります。まあ私もあんまりコメント読,、ま、読みませんけれども、実は。でも、まあ時々コメントを見る。いろんなコメントが書いてありますね。批判的なコメントもあれば、あいろいろ誹謗中傷もあるし、 おそらく一つの動画最後まで見ていないんだけれども、タイトルだけ見て、いろんなことをおっしゃる方もあるし。けれども、例えば、じゃあ、今、一問一答ご,ご覧になっている皆さんが、私の立場になってって言って、考えてください。これは無理だと思っています。なぜかって、やったことないから。今ね、私も、今、一問一答、これ発信していて、現時点ですよ。 42万人ぐらいの登録になってますかもしれませんけども。皆さん42万人相手に喋ったことありますいっぱいいろんな人たちいますよね。いろんな考え方の人もいる。で、そのいろんな考え方の人もいろんな人たちがいる。理解力も違います。経験してきたことも違います。で、それを、もう私もですよ。いろんな方々からのお悩みに対して、それを答えていく。 それは私が答えているの正解かどうかわかりません。ね。だけれども、私の中でその方と同じような体験、例えば失恋をしたことがある、恋愛をしたことがある、親とうまくいかない、顔を合わせればずっと大喧嘩をしてしまうとかね、あるいは自分の体が病んだとか、あるいは借金をしてしまったとか、自分で小さく授業を立ち上げたとか、授業失敗したとか、 人にお金を貸したけれども、それがずっと返ってこないとか。いろんなことを私自身も経験したことがあることの中、それから仏教の教え。その両方から私もお答えをしています。だけどそれが必ずしも正解かどうかなってわからないんですよ。でも、ま、それを聞いておられる人たちも、42万人登録って言っても42万人が同時に聞いておられるわけではありませんけれども、だけれども、 300人、400人おられれば、みんなそれぞれ経験も違う、理解力も違う。どのようにして私の話が受け取られるかどうかわからないんです。だから例えば私は皆さんに、私の立場にも立ってみてくださいよ。言えません。やったことがないから。そう。私たちは何か経験したことがなければ、その人のことはわからないんですね。口では何とでも言えますよ。ああ、それは。そうですよね。で、私も、 相談者さんそのままの状況、そのまま経験しているかどうかってそうじゃない。似たような経験をしてる。だけれども、似たような経験をして、私も心痛むことがあった。だから、答えられることもある。けれども、やっぱり、全く自分がわからないことに関しては、全く自分が経験したことがないことに関しては、それはわかりますよとは言えないわけですね。そう。つまりね、同時とは何かって言ったら、相手の立場に立って考えるということは、 自分が辛いことも楽しいことも苦しいことも痛いことも悔しいことも死にたくなりそうなこともいろんなことに常にチャレンジをしていろんなことに自分が行き当たっているということがないと多くの人たちに共感することってできないんです。同時はできないんです。じっと部屋の中にいて 一日どこにも行かず、誰とも会わず、そして、他の人の立場に立って、いくら本を読んでも、本を読んでいろんなことを知ることはできます。でも自分が実際にそれを体験していなかったら、わからないことがたくさんあるんです。そう。だから、同時、相手の立場に立って物事を行うこと、これを、本当にしようと思ったら、 自分がどんどん失敗してもいい。うまくいくかどうかわからない。辛い思いをするかもしれない。痛い思いをするかもしれない。だけれども、どんどん好奇心を持って世の中にチャレンジしていく。そうしなければ、同時っていうのは言葉だけ知っていても本当にできないんですね。さて、師匠母。一つには伏せ。二つには愛護。三つには利行四つには同時。この四つを、一つ一つ、 実践をしていくということが一つ私たちの修行でもあり人間関係を円滑に進めていくための秘訣でもあるということ。でこれは真理です。実際にそれをやって自分自身をそのような人になろうと思って実践をしている人たち、過去のそのような賢人たちが成してきてそれを体感して残された知恵なんです。 昨日今日思いついて,て適当に言葉を並べたんではないんです、ね、先ほど言ったように、不正、愛護、利行、同時。これを、ああ、そういうことですねっていうのは簡単。でも、それを本当に自分ができるようになるっていうのは簡単なことではない。けれども、これを自分ができるようになろうと思って、一つでも、少しずつでも、心出してそのような人にありたいと、そのような人になりたいと思って、 自分の人格を育てていくならば、自分の心を育てていくならば、仕事というのも人間関係です。人間が人間相手に商品やサービスを提供するのが仕事ですね。だから、人間関係。その人間との人と人と100、100%すべての人たちと100人いて100人を満足させることなんかできませんよ。もちろん。もちろんです。私のことを嫌いな人もいる。 私のことを好きな人もいる。私のことをどっちでもいいと思っている人もいる。この三人しかいないんですよ。え、別に、あなたなんか別に関係ありませんっていう人。私のことを好いてくれてる人。私のことを嫌ってる人。この三パターンがあるわけです。けれども、その中でも、まあまあ、なんとか、なんとかね、それなりにやっていけれるよって、そう。 なるための秘訣が今の師匠棒です。そしてこの師匠棒ができるようになったら、何度も言います。すべては人間関係です。人間が人間の間で生きてるんですから、それができるようになった時に自然とお仕事もできるようになっていくんですね。お金をいただけるようになってくるんです。ですから、この師匠棒を自分が実践して、そして少しずつ それが巧みにできるようになっていくということが、同時に自分の生活の糧ということも得られるようになってくる。後からそれがついてくるんです。なので、この師匠棒をぜひね、大福さん、練習していってほしいんです。これが、処方箋で、大福さん、30代、もうすぐ、 もう40に近くなってきた。36歳ですかこれからどう変わって行動していけば、いけばいいのかまだ間に合うのかもちろんです。もちろんです。もちろん。ね、その若き時に心を育てることもなく、自分でね、罪もなさなかったならば、年を置いて、詐欺のように、悩むという、年といた、 詐欺のように悩む。その言葉がありますけれども。でもね、残念ながらこれを10代、20代で気づくかった気がつかないんですよ。30後半になって40が見えてきた時にようやっと今、お母様が癌になられたっていうこのタイミングで大福さんがこの言葉に気づかれたわけですよね。そして心を育てるということはむしろ これから、そのことに気づいたところから、スタートなんです。幸いなお知らせがあります。それは何かというと、私たちの体力のピークというのは、20歳ぐらいですね。20歳を超えたら、私たちの体のピークを超えて、体力、身体能力というのは衰えていきます。そこから。記憶力とか、そういうのもどんどん衰えていきます。 若い子たちの記憶力ってすごいですね。私も今、いろんなことを、新しいことを覚えようと思うんですけども、すぐ忘れちゃいます。だけどいいんです。若い人たちが、短期間でいろんな知識を覚えられる。でも、短期間では体験できない様々な人生の出来事を経験してきてるわけです。年を重ねていくってことは。 で何か一つの能力が都市としてできるわけじゃないんですけども、自分がこれまでの人生の中で経験してきた様々なことが、総合力となって力になってくる。これが、40代からの、30代後半からの人生の武器なんですね。でそこに心を育てていくという作業は、死ぬ直前まで続いていくんですよ。 病気になった時も自分の心を育てるとき、自分が老いていくという現実に突き当たった時も自分の心を育てるとき、これまで見えてたものが見えにくくなったり、これまで覚えてたことが忘れてしまうようになったり、これまでピッと止まっていたおしっこのキレが悪くなったということも、 そして自分の死というところを意識して、自分の命がこれまで余生、どのようになっていくかわからないという、その寂しさを感じた時こそ、焦りが出てくるわけですね。で、この焦った時こそ、覚えておいていただきたいことがある。それが何かというと、私たちの体力は、私たちの能力は、年を重ねていくと衰えていく部分があるけれども、でも私たちの心は、若い時よりも、 そこに気づくことができることによってね、自分を振り返るという、立ち止まって自分を振り返るという時間が若い時よりも増えるがゆえに、自分自身に気づいていくことがまたできるようになっていくんです。そう。心を育てていくということが、これからの大福さんのチャレンジになってくると思います。仏教は、3歳の子供でも、 わかること。でも、80歳の老人でもそれを実践するのは難しい。良きことをなし、悪しきことをしない。悪しきことをしない、良きことをする。そして心を清らかに保つというのが仏教です。この師匠法を実践していただくことによって、自分の心を清らかに保とうって。きっと、お母さんとの生活が始まれば、親子ですからね。いろいろありますよ。そりゃ。 それはそれはもう、わかりますよ。起きることだと思います。その他、これまでと全然違った生活になる。そこには様々な葛藤があると思います。長いこと、一般の仕事から離れてたから、何かしらそういうところへ戻ってちゃんとできるかしらどうかしらっていうふうにして、大福さん今心配に思われてるかと思うんですけど、いいじゃないですか、初心者ですから。あの、まあ私も、 ね会社とか事業とかっていうのを経営をする中で、中途採用ってことがあったりしますよね。まあまあ、中途採用の中途半端な頑固者という一番扱いにくいです。年齢はある程度行ってらっしゃっても、素直な人。全くまっさらで、新しく仕事に帰って、入ってくる人。でも、一生懸命失敗しながらでも、新しい環境に馴染もうと思って、 いろんなことを吸収していこうとなさる方。そういう方は30代後半であるか40代であるか50代であうか一緒に仕事してて楽しいんですよ。だからぜひね、知ったかぶりしないで、新しい仕事を初心者のつもりで、新たな仕事を初めての仕事をやっていくようなつもりで、これからのお仕事に取り組んでいただいそのことによってね、きっとね、30代であるか40代であるか全然、 全然問題になりません。20代でものすごい理屈っぽい。やりにくいですよ。30代、40代でものすごい文句ばっかり言ってるとかね。すごいやりにくいですよ。だけれども、全く初めてのことです。何も知りません。教えてください。って、貪欲に、どん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 勉強していく。知らないこと、やったことないことやるって楽しいですよ。その時に変なね、格好つけないで、教えてください、教えてください。 ええどんどんその仕事を面白がってやっていく。大概そんなものすごい難しい仕事って今ありません。職人さんでもなければね。10年、20年、30年積み上げなければ、技術を積み上げなければ、経験積み上げなければできないような仕事っていうのは、そうそうないんですよ。一生懸命必死になって、まあ、半年、1年もやれば、大体そこそこお仕事できるようになってきます。ということで、 ちょっとね、また取り留めのない話になりましたけども、ぜひ、えー、大福さん、えー、これからどうやって私はって、そう思ったんであれば、師匠坊、一つには伏せ。二つには愛護。三つには理業。やつには同時。36歳からの新たな人生のスタート。これまでずっと離れたお母さんと一緒にね、お母さんの病を、人生の先輩の後ろ姿を見ながら、いずれ自分も行く道です。 お母さんからも学んでください。そして新しい自分の人生の角出をね、大いに楽しみに、思想部を指針に歩んでみてください。きっと、きっと、余生はそんなに悪いもんじゃないですよ。面白いと思います。応援しています。